さあ今夜も結果論でねお話をしていきたいと思います。まあ、今週のタイトルは日経新春杯とその他の2つの重賞ということで、安田動画京成杯も挙げたのに、ね、その他と言ってることでお分かりいただける通りでございますが、日経新春杯的中でございます。まあ、そして京成杯のとかね、あの予想動画上げたこともね、あの記憶から抹消しようかなっていうぐらい潔く外しました。まあそしてね、一応ね、日経新春杯もね、配当は5080円と、普段のゴトボックスだったら60点だから取り紙なんですけれどもね、1等マキシマムドパリが、愛知杯の方に向かっててね、まあ予想動画で買いだと言ってあげたのは4等になってしまったので、4等ボックス24点からの的中ってことで、一応的中マークを打たせていただきました。まあ、ただね、皆さんお察しの通り、回避した分1等別の馬たちで、5等ボックスで買ってね、実際の馬券は取り紙となっております。まあ、でもこれで的中でいいじゃんね。まあ、これでじゃあ的中、あと1頭、例えば回避したから加えた馬で的中マーク打っていいんだったら、おととし2015年の暮れのジャパンカップを当ててるし、なんてことになってくるんで、まあ、動画のそのお話しさせていただいた馬たちでどうなったかだけで、まあ、マークの方は打たせていただきたいなということで、まあ、今回はそれをお許しくださいと。まあ、また、まあ、今回はね、まあ、強いて言えば日経新春杯で大きく負けなかったことが大きいですね。ここでまあこのまままるまる次の軍資金にできるということになるんでね、まあ来週その分当てたいと思います。まあ来週はですね、 AJCC、 まあ2015年は17万ぐらいの馬券当ててる動画でもね、確か当ててる、あの縁起のいいレースですので、まあ、ご期待くださいということにしておきます。まあそしてですね、まあそういうわけで、まあ、日経新春杯の方をね、まず重点的に振り返っていきたいと思います。まあ、1着2着ミッキーロケットシャケトラと、まあこれはね、シャケトラの方が金量軽かったのに差し返したミッキーロケットすげえとかね、そういったことと、であとシャケトラ4戦3勝でね、1000万条件まで勝ってここへという、まあ上がり馬、まあ、そんな上がり馬がやってきてどうかなというところではあったんですが、まあ、やっぱり調教もすごい調教番長なんて言われてたようで、噂通り強かったというのがね、ここでの見方じゃないでしょうか。ただしですね、まあミッキーロケットとかその他と違って重賞クラスではここハンデ戦ですからね、まあ大体こういうあのダートでもそういうことが多いんですが、まああのポンポンポンと後から条件戦上がってきた上り馬、この上り馬のね、主者で言えば重賞初挑戦のハンデ戦は結構構想するんです。ただ別定重量で同じ条件になって、まあ、そうすると、まあ、例えば、シャケトラで言えば、この後多分次のレースは4キロ重い金量を背負わされるということになるんで、そうなってくると次は、まあ、同じ気持ちで勝ったら飛ぶぞと。まあ、これで飛ばなかったら、まあ、もっと大物なんでね、その時は、あ、こいつは、遅れてきた大物だと盛り上がればいいんですが、馬券のリズムで言えば次は一旦消しでいいのかなと。まあ、その後、まあどうなるかに関して言えばまた見ていかなきゃいけないんですが、期待値としてはそういうふうに考えてます。まあミッキーロケットはね、あれでまあでもこの距離では里のダイヤモンドとタイム差なしなんていうね、レースをしたことある馬ですから、まあそれに食い下がったって意味ではね、強いっちゃ強いんでしょうが、まあハンデ戦だってことを忘れたオッズに次回になるはずなんで、まあシャケトラは消し、ミッキーロケットは予想通りそのまあ里のダイヤモンドと接戦したなんていうね、評判通りの強さを見せたと。まあ、そして3着4着争いなんですが、4着のね、レッドエルディスト、これがかなり大外回されてね、後でね、現地行ってたんでパトロールビデオを見て、あ、こんな外だったって。よくまあこのロスから飛んできたなというところだったんでね、これを次走要チェックということに僕はね、しておきたいと思います。まあ、ただ逆に言えば金量差がある中でしのいだ3着馬なんていうふうにも言えるんでね、まあ難しいとこなんですが、そんぐらいまあ本当に大外回ってましたね。まあですので、まあ日経新春杯上位3頭4頭の中で次走決勝はまだシャケトラ、あとはまあそこそこそれなりに力を出し切ったんじゃないかなというふうに考えてます。まあそしてね、その1頭回避のマキシマムドパリもね、愛知杯制覇ということで、まあ、日経新春杯でね、牝馬がこうやって出てきて、まあ、それで適性があれば大体3着ぐらいに突っ込んでくるとかね、まあ、サンドピアリスの引退レースしかりよくあるパターンだなということで印回してたんですが、まあ、愛知杯ね、あんだけまあただもらいだったら、まあ、それは勝っとくでしょと。
さすがに日経新春杯3着よりは愛知杯勝ちの方が賞金もいいしね、あの賞金本賞金詰めてね、次走以降楽になるので、まあ、ここはまあこれでこうなるよなっていうところではあります、まあ、そういう意味では出るレースちゃんとチェックして、愛知杯の、ね、登録チェックしておかなかったまあ僕のミスかなということで、まあ、お手数おかけしましたということにはなってしまいます、まあ、ただね、このマキシマムのパリに注目ずっとしてた理由なんですが、まあ、2015年のフローラステークス、めっちゃレベル高いなと、まあ、あのシングイズジョイがね、フローラステークス勝ちましたが、その後、その暮れのターコイズステークス勝ちと、2着の何だったっけな、まあ、名前忘れたけど、確か去年だかのクイーン賞、去年で、おととし暮れのクイーン賞を勝ってね、あの船橋の交流のダートの G3 を勝ってるんですね。まあ、そしてこのマキシマムドパリが一番良血でフローラも確か一番人気だったんですが、まあ、秋華賞3着、G1 3着っていう看板は一応あったと。まあ、そして今回が重賞初制覇。まあ、フローラステークス組がね、あのその後3頭全部重賞勝つっていうのは、まあ、馬券になった3頭が全部重賞勝つっていうのは、もう近年稀に出る、見るね、ハイレベルのフローラステークスだったというのがね、まあ実際だから、去年の暮れ、秋華賞3着とかね、そのあたりから気づいて、僕もずっとそこからこのフローラステークス上位3頭は追い続けてるんですが、なかなか美味しい馬券を毎回ありがとうございますって感じには、と言いながらね、毎回紐の方で外して馬券が当たんないんですけどもね、あの、かん、まあ、地味にそういうレースっていうのは、まあ今後も、もうそろそろね、フローラステークスなんかから、1年半経って賞味期限切れというかバレてきてる部分と、まあ、衰えが始まる部分とあるんでね、次のそういうあの地味にこのレースのこの上位組なかなかみんな強いよっていうのを見つけてね、物差しにしていかなきゃいけないなと、また勉強させていただきたいなというふうに考えております。まあ、そしてね、最後おまけの京成杯なんですが、これはね、まあ、馬券外したからっていうんでいうわけでもあるんですけども、まあ、このレースはレベル低いだろうと、まあ、強いて言えばね、あのホープフルステークスを勝ったレイディオロ、まあ、これが出ていれば、まあ、この2馬身前にいるなと、まあ、実際ハボタン賞でね、レイディオロに1馬身半負けた馬が 2着の馬が勝って、まあ、その時の3着の朝霧以上も5着検討ということで考えたら、そのハボタン賞の勝てなかった組がまあそのまま来ちゃうような、その程度の層なんでね、まあ、ホープフルステークス組のね、そこそこ上位組とね、あのどっこいどっこい以下、まあ、この2つのレース使った馬はね、レイディオロがかなり前にいるぞというようなことでね、まあちょっと馬券的には、クラシック戦線的にはこの後厳しい馬たちじゃないかなということになっちゃいましたね。まあですので、京成杯に関してはそこまで、まあみんなもういいかなっていう感じなんで、まあ以上ね、今週の30勝の振り返りということでお伝えいたしました。以上ハッチでした。